わけで、ノリフェ麻雀第2戦が始まろうとしております。実況は私、日本プロ麻雀協会三崎千優と、同じく解説は綱川隆明プロです。綱川さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、1戦目はね、加藤さんが逃げ切りましたけれども、はい、今回はどうなるのか注目して見ていきましょう。どんの1局、ちーちゃは足立さん、なんちゃは加藤さん、シャーちゃは武田さん、ベーちゃは高木さんです。ドラがウーワンですね。あら、加藤さん、ドラドラ赤ですって。大チャンスじゃないですか、はい、あら、こちらもいいですね、はい、ペー、アンコー、ハクトイツ、ポン、何ポンしていきますね。はい、なんちゃです。はい、なんかついてるね。あ、なんです。これでもうドラさんですからね、うん、高木さんはチャンタですかね。チャンタが見えますね。端っこが多いですね。はい、七立さん、初が統一です。これはね、ポンしていきますかね。どうでしょう、形がね、なんか悪いですからね、はい、難しいですよね。お、いいスーピンを引いて、はい、高木さんがやたら早くなったよな。うん、うん、今のところ必死だったのこれかなと考えながらいいんだ。今のところいらないんです。相手孤独の人は、孤独のやつを見せちゃう。お、あれ、これ難しいですね。どうしましょうかね。おお、一回白を切って、こうやっていくの、どれも選べないですからね。うん、うん、いやでも親の足立さんが一番ちょっと厳しいですね。あら、開いた。ああ、そうか、両ピン切っちゃってるんですね、はい、これは開いた。でも残しましたね。はい、振り点はね、あの、天牌じゃないと振り点にならないですからね。引き方の辺、その辺がやっぱり実践的ですよね。なるほど、振り点でも両面だから残すっていう、うん、やっぱり加藤さんが一番チャンスですが、はい、お、これで武田さんもいいじゃんて。はい、なんとも言えないですね、高木さんはね、はい、難しいですね。なかなか進みません。あー、ハク、こんなに泣くんじゃなかったのかな。だって曲がれちゃうんだよ。え、あ、曲がっちゃうんでしょ。いやいや、わかんない。上がれないかもしれないし。上がれないかもしれないですよね。お、お、自分でアンプリしましたよ。これは大きい。はい、お、振り点引き戻して、はい、一緒点です。武田さんとどっちが早いですかね。泣ける分ね、加藤さんの方がちょっと有利ですけどね。なるほど。いやー、なんだろうな、いや、ほんとなんだかな、ですよ、これね。よくわかんないですよね、これ、はい、どうしたらいいんだろう。だんだん愚痴っぽくなってたな。一つ間違えた、ずっとダメになっちゃって。なかなかテンパが入らない。でもうちまでブーツブーツブーツ言って言わないだろ。わかんないよ、わかんないよ、わかんないよ、ね、いやー、難しいな、はい、お、あ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 、こっちに並べてるの分かっちゃう。頑張ってるのは内緒です。はい、なるほど、帰んの。え、なかなか天杯まではたどり着きませんが、あ、あ、武田さんが武田さん、先に天杯しましたね。ヤンワン町のリーチ、ウワンはドラですね、はい、そうだよ、思ったんだよ。あら、困っちゃいましたね、これは。想像がね、ちょっと通りそうなんで、まあなんとかって感じですね。夏さんもヤバなんですけど、コツさん、ドラさんですからね、はい、
赤い。赤いの。もったいね。赤いですね。赤いです。間違いなく赤い。あー、でも高木さん硬いですね。しっかり現物切っていきますね。さっき、一半ちゃん目もね、見させていただきましたけど、はい、高木さんは本当にリーチに対してね、しっかり対応してらっしゃいますよね。はい、大きいの？ん？でかい？まあ、ちょぼちょぼですね。ちょぼちょぼですね。確かにちょぼちょぼです、はい、点数的にはリーチドラ1、まあ、大きくなることもありますね。裏ドラがありますからね。はい、はい、大丈夫、アンドロスではいいやん。やっぱリーチは無限大ですから、うん、ただ加藤さんはもうドラ4ですから、はい、こっちは大きいですからね。はい、マンズが全然通ってないんですね。あー、テンポ入った。はい、これで6キューピン待ちで追いつきました。お、カンローピンにしましたね。キューピンがいっぱい切れてましたね。うん、はい、あとパーピンは通ってたんですね。なるほど、はいはいはい、先日。さあ、どっちが上がるか。あ、ヤンワン、これは当たりだ。あ、これ打ったな。はい、ね、さすがです。鋭いな、はい、さすがですね。はい、はい、リーチ赤市2600を武田さんが上がりました。ねえ、危なくても満タンですからね、はい、攻めますよね。はい、ドラは9アーベスタルの手にドラがいっぱい来ますかね。さっきは足立さんがいっぱい持ってましたけどね、9、アー確かに。よいしょ。さあどうでしょう。加藤さんは1個持ってますか。うん、まあ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 って感じですね。はい、お、武田さんがいいですよ、うん、早そうではありますね。はい、お、こちらも赤が、はい、赤があると手配がこうキラキラして見えますね。足立さんも綺麗ですけどね、一目ずつあって、はい、こっから加藤さん仕上げるのなかなか大変ですけど、うん、高木さんもね、どうやって上がるかですよね。はい、メンツがない、うん、やっぱり武田さんが一番良さそうではありますね、はい、今のところ。チューン泣けますけど、どうしましょうね。なんか切っちゃいそうですけどね、ここまでの感じ見てるとね。確かに、なんかその、うん、泣かずにリーチっていうイメージですね。お、換算像を引いて一歩前進しましたけど、はい、まだ遠い。あ、でもここでパーピン切るってことは、うん、今回はチューンは使うのかな。はい、かなりまとまってきましたね、足立さんも。役面がたくさんありますね、うん、お、3色が見えますよ、2、3、4、3色になるかもしれないです、はい、お、これでイーシャンテン。あら、チートイツのイーシャンテン早いですね、はい、あっという間、うん、足立さんもこれでいいローピン引きました。いやー、強い。3ピン。あー、そうですね、やっぱり3色ですね、はい、お、形が良くなって、はい、
うん、まだチームはしまっときますか。頭がね、足立さんないので、はいはい、どこで頭作るか難しいですね。はい、チームは当然のようにするんです。はい、泣きませんでしたね。はい、相手チートイツ難しいですからね、はい、お、目いっぱいに受けますね、足立さんは。はい、うん、そう、加藤さんはね、あの234の3色を作るために頭を1回外してるので、はいはい、またこれ頭をどこから作らなくちゃいけないんですけどね、うん、お、瞬行きましたね。はい、はい、2枚泣かなかったですからね、うん、これな、手に溺れるとな、ろくなことはねえんだよな、これ。いや、3ピンも9ピンも切ったのばっかり来る。はい、高さん、犬ばっかしてるね。みんな頭がないですね。お、お、できました。できました。これは大きい。はい、二シャンテンですね。リャンワンが欲しい。いや、なかなかね、チートイツ、テンパイしないですね。チートイツって、イーシャンテンからが長いですよね。足立さんもこれは2、3、4の3色にしたいですね。もう2人同じ3色が。本当だ。おお、いい形。はい、武田さんもいいシャンテン。なかなかテンパらないな、うん、ウーピンはでもね、赤が、あ、2枚ありますから、そうなんです、いっぱい入ってるんで、はい、チートイツだったら使いたいですね。うん、あ、テンパイですが、これはテンパイじゃないと。お、お、高木さんテンパイしましたか。どうしよう、どうしよう、どうします。どっちもどっちですね。うん、お、お、やっぱりね、ウーピンはほら、はい、赤なんでちょっと出づらいだろうっていうことで、はい、うんうん、ロワンタンキ赤を使いたいですもんね、うん、はい、はい、ロワンタンキマッチのチートイツ。あ、赤ウーピン、これな、これ、え、そ、出ないのか、特別だいな。武田さんのローワン、はい、危ないですね。危ないですね。積もればいいんだよ、うん、積もればいい。ピンズさんがゴロゴロいくな、高橋さんとかに。うん、足立さんもいいってたんで、うん、攻めたいところ。はい、あれこんなの来んの。これはちょっと危ないか、うん、ダメじゃない。武田さんもいい手なんですけど、いきましたね、はい、みんな攻めてくる。これ積もんだよ、積もっちゃった俺これ来たら、こっち来たら行くよ。バラか、それしかないんだろ、なろ、うん、そうそう、どこ、攻めてます。はい、みんな攻めてます、みんな攻めてます。リーチなんて知らないかのように。お、チーワンを持ってきました。はい、うん、テンパイですね。はい、ローワンとチーワン待ちですね。スースを通ってますからね。うん、つもんないね。つもんない、多分これだと思うんだよな、絶対つまんないんだよ、つもんないつまんないですよね、つもれないとね。キュースを取ったんだっけな。さあ、このテンパイもどこまで我慢できるか。うん、ドラが通りましたよ。あれ、ドラだよ。あ、でもドラが、ドラを持ってきました。どうしよう、うん、あ、ここは固く、はい、これはダメだよ、絶対構図はね、はい、ちょっと厳しそうに見えますもんね。これダメなんだね、きっと。しかも基盤も通りましたからね、うん、みんなドラスでっちゅう。山にはローワンはもういないんですね。はい、そうなんです。あ、テンパイしたぞ。あ、ローワン切ったら、ローワン、はい、当たり。うわ、当たりでした。赤いですよ、これ。何、あんまり、これは大きい。はい、見えないお、当たりです。しかも
ニャタリ。あ、ニャタリ。うわ、マジか。そう、安いですけど。いや、しかも武田さんも当たり。ほんとだ。そういえばそうでした。高井さんの裏ドラ。ダブロンだ。はい。いや、これ高いですよ。高いじゃん。チートーズ。太陽チート。ドラドラ。12,000円です。高木さんがタイヤをチートい赤で12,000点ですね、はい、親でやるね、高木さん。武田さんは子供でタイヤをなので1,300点。武田は1,300です、ね、1,300、はい、こっちは可愛いもんだよねそうですね、12,000はなかなか12,000はちょっとハードですね。なりました、武田さんの親番。いやー、高木さんの表が炸裂しましたね。ついに決まりましたね、はい、対してダブロンを打ってしまった足立さん、はい、こっからどうやって挽回するのか。うん、A か。ドラのペイがなんだか、なんだか皆さんお持ちじゃないですか、はい、武田さん持ってる。持ってます。お、高木さんは2枚持ってます。これまたチートイツなんかなっちゃったりしたら、あらあら大変ですよ。足立さんも1枚ある、はい、1枚あります。1枚の人は大変ですね。わっ、はい、これは、はい、想像、うん、なりますかね、はい、最初からペンがあんこになってきてるとな、楽なんだけどな。何ドラ？うん、ドラ。俺の勝ちだからさ。あ、ちょっと待った。うん。高木さん、ドラさん大チャンス。はい。そうすると楽なんだけど。2曲連続大物って。来ねえだろうな。ありますね。あるかもしれない。欲しい時に来ねえんだよ、きっと。ああ、もう3品からいけますね。はい。これはもう本日ですね。うん、悪くないですよ。うん、高田今チートでど真ん中出ましたな、ローマンの。うん、すごいです。なんでどっちにするの。どんなかそうなりましたね。どっちにしようかと思った。ルーピンか。これは大きい。ルーピンでリーチしてましたよね。あー、痛い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 けどしょうがないな、はい、いや、どうしますかね、はい、あ、パーマン切ってましたね。うわー、強い。またまたソースが寄ってきますね。あ、トーンが武田さんのところに行きましたね、はい、これポンするのかな。しそうですか。うん、難しいですね。どうでしょう、はい、あとは掃除と自敗だけ。武田さんも着々と、あ、もしかして武田さんも本一ですか、はい、これ掃除の本一が2人になっちゃいますねやめろって言ったんだよ。そういうこと聞かないんだからアダチさんは本当にペイが邪魔ですね。邪魔です。1枚だとね、引いてくれればいいんですけど、はい、ああ、もう行きましたね、はい、となるとこれ掃除の取り合いになっちゃうと、はい、ちょっと厳しいかもしれないですね。ということは他の2人がチャンスですか。チャンスかもしれません、はい、さあ、アダチさんいいシャンテンだ。いいシャンテンになりましたね。え、2人とも想像欲しがってるから、うん、はい、お、初を仕掛けた。なんだってよ、はい、当たりじゃなくてよかったよこれも満貫ありそうですもんね、はい、
でもちょっと想像はね、加藤さんも想像欲しいですから、はい、加藤さんが切ってくれないと武田さんは地位できない、はい、あーなんとトンが、はい、重なってしまったということはこれトンあずっと投げないですね。はい、はい、あ、天杯ですよ、足立さん。お、竜持ってドロー切った、はい、リーチに行きました。サブロー総待ち、みんな想像ですね。はい、みんな想像が欲しいです。リーチ、はい、リーチだってまずいな。リーチだって、リーチだってや天杯だ。はい、チンソー待ちですね。上がれば高いですよ、これ、うん、足立さん打っちゃうとさっきのダブロンも合わせてとんでもないことに。それは嫌ですねそれは嫌ですよ、私。それは嫌、それは嫌でしょう、はい、みんな嫌ですよね。うん、あれなんだこれ。さあ、リアンワンは入った方ですね、はい、確かに。いやー高木さんドラさんだったんですけどね。はい、よいしょ。これは通ってる。お、これも通ってますね。はい、うん、高木さんはさすがにちょっともう厳しいか。ペイもないですしね。うん、こんなの来ちゃうどうしようもねえな。これ大丈夫か。大丈夫です。いやどうしたらいいでしょう。武田さんもテンパってますからね。はい、待ちは悪いですけど。待ちは悪いけど上がれば高いですからね。上がれば高いです。はい、こうだもんな。よいしょ、なんとか形を崩さないようにね、うん、高木さんも頑張って粘ってますが、おお、三蔵蔵た、三蔵積もりました。足立さんがリーチ積も、フラドラは乗りませんでした。500銭の上がりですね。ちょっとだけ取り返しましたね、はい、さっきのダブロンの分を、うん、コツコツ取り返していきましょう。コツコツ迎えています。親は高木さん、さあ足立さんはダブロンの分をちょっと取り戻して、うん、コツコツこのまま復帰できるのかどうか注目ですね。はい、いいね、面倒見てくれる人がいて、面倒見てくれる人がいて、ようござんす。親、ずいぶん加藤さんの手が良かったように見えましたが、ほう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 、楽しみですね、それは。ポン、あ早速の初ポン、はい、ドラ、あ、ドラです、ドラ、うん、はい、ダメだよ、俺もう取っちゃったもん。いいなんかドラでした、それ、はい、あ、びっくりした。あら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 、すごいいい手。ドラ5つもありますよ。確かにドラ初ですね、はい、大変です。うっかりドラから切ってしまいましたね、はい、そこを見逃さない。うん、はい、あらららららら、これはいっちゃいますか。いっちゃいますか。いっちゃいましたね、はい、これ大変なことになりますよ。ピンズの旅に
すごい大物手になっちゃうかもしれません。いやもうなっちゃってますね、もうすでに、はい、だって初ドラ5まで確定してますもんね。本一になったら、本一になったら倍満ですよこれ。倍満が出たらすごいトップなのでは。ちょっと考えてから喋りますね。いやまあすごいトップなのは間違いないですよ、うん、実際なんかちょっと興奮しちゃってねえ、こんなんなかなか手配の形もすごいいいですからね、はい、おー、いいシャンテンだ。え大変なんでしょう。ピンズ1から9まで全部テンパイです。えすごい、すごいいいシャンテン、はい、じゃあ、丸ければ何でも丸ければ何でも OK、はい、早めに泣くち早めに泣きすぎたかな、はい、すると天敗です。はい、恐ろしい。待っています。危ない危ない危ない。大したことないや。怖い。見えております。大したことあります。それは危なかった。飛び込むところでした。はい、はい、加藤さんの嘘を、はい、倍満点パってます。大したこと思わないです。今よく打たなかったですね、はい、ローピン切ったら点パでしたからね。うわもったいない。え危ない危ない、いつ出てもおかしくない。危ない。いやあればあるほどいいじゃん。大変です。ローピンなんてみんな打っちゃいそうですよ。はい、もちろん積もってもおかしくない。お、ペータンキーに変えようかという、うん、難しいですね。変える手もありましたけどね、はい、町の数は今の方が多かったんですけどね、うん、難しいですね。難しいです。言ってたな。うん、持ってるとしょうがない。さあどうだ。まだ積もれない、うん、まだ積もれないし、そして武田さんのロッピンが危ない。危なすぎる危なすぎる危ない。うわさっき打たなかったからやっぱり打たないんですかね、はい、もうすごいですね。でも分かんないですよね、いつ気が変わるか分かんないんで、うん、さっきよく打たなかったですね。だって余ってますよね、うん、だってずっと切ればテンパイだったわけですから、はい、いらねえものばっかり引く。あ、3万を引き戻して、あーでももう切らない、はい、あ、そうこうしてるうちに高木さんがいいシャンテンですか。はい、いいシャンテンまでやってきました、はい、が怖いですよね加藤さんは、うん、なんかねピンズっぽいですけど、はい、ピンズ以外で当たってもおかしくないですからね、うんうんうん、なんて言ったってドラさんはみんな知ってますからね、うん、加藤さんならピンズと見せかけてみたいなこともやってきてもおかしくないですから。それどっちの当たりです。はい、ピンズ全部当たりです。でももう硬い、ニャンゾーすら切らなかった、うん、やっぱり高木さん硬いですね、うん、なんかね、あのドラ泣かせるとね、はい、責任持っていくかみたいなのありますけど、 ありますね。なし。あ、ローピン短期テンパイしてる。これ武田さん積もったりなんかしちゃったらこれ熱いですよ、はい、熱いですよ。これは熱いですよ。こんなの積もられたら、はい、いやでも手順はお見事ですからね、うん、でもそんなの加藤さん知ったことじゃないですからね、うん、こんな、あー純ちゃんになっちゃった。純ちゃん、おおおおおおお、でも行かない行かないんだ、はい、本当に硬い。なるほど。
純ちゃんですよ、うん、ワクワクしちゃいますよ ね普通。硬いなぁ、なん、もう切んないんですかね。あ、いそう、こっちでいったわ。それはロンですね。バイマン。はい、はい、テンパっちゃったんだ。テンパし、純ちゃんって、はい、初本一ドラが5つでバイマンですね。大したことないって1万6000点言ったじゃないですか。トンバーが終了しました。はい、大波乱でしたね、はい、ダブロンあり、バイマンあり、いや加藤さんと高木さんの大物手がそれぞれ炸裂した形になりましたけれども、はい、これはどうにかね、ちょっと足立さん、武田さん、どちらも直撃取られちゃってるんで、はい、どうにか踏ん張ってナンバレ逆転できるか楽しみですね、はい、注目したいですね、はい、それでは次回はナンバの予想をお送りしますので、どうぞ皆様ご期待ください。